加害する男どもの行動を制限すれば全て解決します。男性は午後6時から午前8時は、出歩かないでください。午前8時から午後6時までは、わきまえて行動してください。自身の加害性残虐性を十分自覚してください。はぁ、明日はお休みだし。仕事が終わったらお気に入りのお店をはしごしちゃおう。それ賛成。私もお供するぜ。ああ、ダメですよダメですよ。え、なになに？どうしたんだ？午後6時から午前8時は、出歩いちゃダメですよ。はぁ、何言ってるのキネイマル。いやぁ、アルツイフェミさんが、男性に対してこんな発言をされていて、男女同士が結構バトってるみたいなんですよ。ちょっとキネイマル。その話、もっと詳しく教えてくれだぜ。はい、わかりました。今回は男性に行動制限をかけるツイフェミさんと、それに対する男女の反応について、ゆっくり解説していきますねー。男さんと女さん、皆さんはどちらの意見が、正しいと思いますか？ぜひ後ほどコメント欄にて、考えをお聞かせください。それじゃあ今日も、解説レッツスタート。まずはツイフェミさんの、このツイートをご覧ください。加害する男どもの行動を、制限すれば全て解決します。男性は午後6時から午前8時は、出歩かないでください。午前8時から午後6時までは、わきまえて行動してください。自身の加害性残虐性を十分自覚してください。やばすぎでしょう。典型的なツイフェミさんの思考って感じだな。ツイフェミさんが言うと、もし冗談でも冗談に聞こえないのよ。このツイフェミさんの発言に対し、まずは男性側の意見から聞いていきましょう。マジでそれ。男が一生外に出なくても、充実して生きていける社会システム作ってくれ。午後6時以降に仕事しなくていい。世の中にしてくれるんだよな。人権侵害で草。出勤できんから、女性の皆さん頑張ってね。男は朝から晩まで家事をして、自分たち女に働かせろってことじゃないですか。いやぁ、女性の社会進出を推奨してる、いい人じゃないですか。行動できる時間帯的に、男性は定時で帰らざるを得ないので、女性ばかり、残業する羽目になってブチギレそう。絶対この人の言う通りになるぞ。男性の労働時間が短くなれば、相対的に女性の労働時間が長くなって、結果、女性の賃金が上がり、フェミさんの望む世界が完成できそうだね。人類すべていなくなれば、すべての犯罪がなくなりますけど、これで問題解決になるかな。と何も変わりませんけど。さすがに釣りでしょ。じゃなかったらこんな人が、行動制限されてない方が怖いから、午後6時以降と言わず終日で歩かないでください。加害をやらかすような奴は、そもそもそんなルール作られたって破るよね。性別反転すれば自分がいかに愚かで、悪辣な差別主義者かよくわかると思いますよ。加害することに性差は無関係、ということにも気づけていないんですね。叶わない妄言を吐き出して承認欲求を満たすことで、何か誘因が下がりましたか？確かに、そいつがそいつである限り、どんな性別でもやらかすだろうな。フェミさんも男性とか、女性とか、クソデカ主語で話すのをやめたら、こういう風に反感買うこともないんだろうけどね。女性たちはどんな反応をしていたんだ？このミラーリングに、マジレスしてる。男性は普段女性に同じこと言ってる自覚がないんだろうね。これミラーリングだと思うんだけど、気づかない男どもが演説で噛みついてて草、女性はいつもこう言われてるんですよ。これは今まで、女は夜に出歩くな、もし出歩いて犯罪にあっても、自業自得自衛しなかった女が悪い、と言われ続けてきたことへの、強烈かつわかりやすい皮肉。確かに被害者にそれを求める人には、自身でも同じことを心がけるべきかも。だって、被害者の性別関係なく、加害者が一番悪いし、法でも決まってるからね。これに吹き上がってる男たち、やっぱりお前予備軍じゃねえか、という気持ちになる。ただのミラーリングなのに、人権侵害とか、自分が当事者にならないと、わかんないことあるもんね。わかるわかる、やっと気づいた。加害する男ども、なんだから、加害しない男性は賛成しようよ。隠立、残業がどうたらこうたら、言ってるやついるけど、どういう論点ずらし、女でも残業普通にするわ、深夜勤務とかも男社会だから、現状男が多いだけで、女はできないからやってないわけじゃねえぞ、選択してないだけ。これ最後のは適当言ってるだろ。
この女性は相当力持ちで、メンタル強いんだろうけど、多分大半の女性はしないんじゃなくて、できないと思うね。今回のついふみさんの発言の、発端となった方のツイートを見ていきましょう。痴漢や通り魔で襲われる女性の方が、悪いとは絶対思わないけど、ソロキャンはやめた方がいいよ。それは自衛の範囲だと思う。もし自分の娘がやりたいって言ったら張り飛ばす。ソロキャン、マリサ知らないの？霊夢知ってるのか？ソロキャンプだよ。2020年には、流行語大賞トップ10にも選ばれてるのに。霊夢さんお詳しいんですか？いやー、最近ゆるキャンってアニメ見て、気になってるとこなんだよねー。ミーハーかよ。実際にソロキャン中の女性を狙った犯罪が起こっているようなので、こういう考えの親御さんも、少なくはないんでしょうねー。女性専用のキャンプ場とかもあるみたいだし、そっちを利用すれば、男女の事件には巻き込まれなさそうだけど。このツイートに対し、ついふみさんたちからは、こうして女の自由だけがどんどん奪われ、加害者はのびのびと暮らしていくのでした。勘。産まないのが最高の自衛である。そんな衝動的に娘に普段、暴力振るってること、ソロキャンしたいだけで張り飛ばすって、娘のこと言う前に、自分が親として、問題あるって自覚しろよ。自衛の範囲とかいうのも認知の歪み。男は気にせずにできて、女性がソロキャンしたら、危険に巻き込まれるのなぜか想像してみてくれよ。毒親じゃん。娘に加害するオスを張り倒せよ。女がソロキャンしたいと表明するだけで張り飛ばされる日本。などなどの声が上がっており、大手フェミ、ともあっと磁石尊い氏は。は。それさ、間接的に加害男を応援してるって気づかない？しかも暴力かよ、娘さん、いろいろかわいそう。本当に娘のためを思うなら、女がソロキャンしても安全な社会、を目指すべきじゃん。なんで男は、男のダメなところ見逃すの？男の加害性に向き合えよ、いい加減。とツイート。このフェミさんたちの反応に世間様からは、叩かれてるけど気持ちわかる。ソロキャンしたい女の子、何一つ悪くないのに張り飛ばすはひどいって、言ってる人の気持ちもわかるし、女もソロキャンできる世の中に、すべきなの間違いないけど、現状危険なところに娘が行こうとしてたら、張り飛ばしてでも止めたいよね。男に襲われるより母に張り飛ばされたがマシよ。加害者を張り倒せよっていう、バカな引用多いけどさ、加害者がいるのわかったら、張り倒すに決まってんだろ。どこの誰が加害者になるかわからないから、ソロキャンやめろと自衛を促してんだろ。被害が起きてからじゃ遅いんだよ。張り飛ばしてでも止める、という意味であって張り飛ばす、というわけじゃないと思うんだが、張り飛ばすなんてみたいなるの不思議すぎる。などなどの声が上がっていました。張り倒す、ってワードが、どうやらアウトだったようだな。本当に張り倒すわけではないんだろうけど、娘のためを思った結果、毒親とか、男の加害性に向き合えとか言われちゃうのか。この方が言う通り、張り倒す相手が特定できるなら、大体の親はそいつ張り倒すしな。この張り倒すツイートをきっかけに、最初のツイ主であるフェミさんは、じゃあ男は全員外出禁止な、加害者を出さないためには、それくらいしないと。加害オスどもが自衛のためには、ああしろこうしろって言ってるの、まじまるねよ。と、荒ぶり始め、結果的にあの発言となったようですねー。なるほどねー。確かに女性が一人イコール、危険って、イメージはあるもんなー。でもそれを心配する声を、ついふみさんたちみたいに、自由を奪ってるとか、加害者を応援してるって言われると、どうしようもできない気がする。犯罪が起こる限り、男女関係なく、必然的に被害者は我慢しないといけない。これはおかしい話だけど、おかしいから我慢しない、だと被害に遭うリスクが高くなる。安全と自由を成り立たせるためには、治安を良くするしか方法はないよな。視聴者のみんなは今回の動画について、どう思ったかな？みんなの感想をコメント欄で私たちにバンバン聞かせてちょうだい。今回の動画が良かったら高評価、良くないと思ったら低評価を押してくれだぜ。まだまだ動画投稿が不定期ですので、私たちの動画を見逃さないよう、通知音も忘れずにお願いいたします。